きたいと思います。まず今回のラインナップいきます。パッケージは2タイプあるみたいです。で、おお、すごい丁寧に書いてある。あ、今回もゆしろくんいる、やった。と、かなおちゃんとあおいちゃんもありますね。ルイがいるの嬉しいな。ルイシールのランクがノーマル、レア、スーパーレア、極みレア、すごいな。極みレアはきらめくホロシール、極みレアは2パターン存在するらしいとのことです。いや、これ当てましょう。絶対欲しい。かなおちゃん、あおいちゃん、ゆしろうくん、るい狙いでいきます。今回はそれでは1つ目いきます。かわいい、絵がね、めちゃくちゃかわいいですね。これるいがここにいるのが嬉しい。これ何か DIY に使えないかな。めっちゃかわいい。いきます。おおかわいい。いや、私このシーン好きです。このね、女の子3人出てくるところかわいい。癒されますよね。これがね、何番のカードだ。1の26ノーマルですね。これ小屋敷で訓練に励む炭治郎に差し出されたのはおにぎりとひょうたん。これをブーッと割るんですよね。やばい、なんか思ってた以上にかわいいぞこれ。うわー、すごい、キラキラしてる。なのにノーマルなんですね、これ。かわいい、やった。2枚目いきます。極みレア、おお、きました、ルイ、やった。1の14、これはね、レアです。レア、うわー、嬉しい、レア来た。これあれだ、パッケージの絵かな。そうだ、パッケージのやつだ。うわー、嬉しい、ルイゲットしました。加減の5、泣ける感動のシーンですね。家族の絆、レア来た。よっしゃ、レア来たぞ。3枚目、ルイもう出ちゃったから、もうなんかもうお腹いっぱいって感じです。いやー、ちょっと次ね、じゃあゆしろくんと極みレアですね。オープン。あー、たまよ様、綺麗、美しい。これがね、1の5はレアだ。これもレアだ、キラキラしてます。いやー、ちょっとね、たまよさんが出たんだったらゆしろくんも絶対欲しいな。4枚目、今回のね、ウエハースココアクリーム味だそうです。前回はバニラ味だったんだけど、今回はココア。オープン。おお、鬼だ。ヤハバ&スサマル、これ編集メンバー大好きですね。喜ぶと思う、編集メンバー好きなんですよ。これが1の8、ノーマル、かわいい。全てなんかイラストがね、デフォルメされてますね。5枚目、オープン。あ、炭治郎、何枚目だ。1の1、レアです。おお、1の1、ちょっと極みレアかなって思ったんですけど違った。いやー、このシールかわいい。6枚目、オープン。おお、鬼だ、来た。1の2、テオニはノーマルですね。ノーマル、デフォルメされてるとね、可愛い。実際はかなりグロかったですね、これ。最初の方にあの山で出てくる鬼ですね。7枚目、オープン。おお、すごい、めっちゃキラキラしてる。これしのぶさん、何番。1の18、青、スーパーレア。わー、来た、スーパーレア来ました。いや、全然違うね、やっぱめちゃくちゃ輝いてるわ、ギラッギラだもん。めっちゃ可愛い。うわー、こういう風になってるんだ。これがスーパーレアです。8枚目。いやー、今のところ順調ですよ、めっちゃ順調。オープン。あー、来ました、やったー、ゆしろくん来た。もういい、もういい。もうゴール出ましたね、欲しいやつ。うわー、嬉しい。ゆしろくんは1の6で、これはね、ノーマルか、ノーマルですね。デフォルメされてても可愛いわ。いやー、すごい素敵、ノーマルでもめっちゃ嬉しいです。これでもなんか全部がもうこのキラキラしてますね、このシール。やったー、たまよさんとゆしろくんゲット。9枚目、ルイも出ちゃったしね、どうしようか。極みレアをね、狙おう。オープン。おー、来た、善逸の、これレアでしょ、あのさっきのしのぶさんと同じやつじゃない。1の19はスーパーレア、来ました。かわいい、全集中してますね今。雷の呼吸、1の方、霹靂一閃、かっこいい。善逸のところかっこいいですよね。復元まで叩き上げし刃、あがつま善逸、かっこいい、かっこいいわ。これで10枚目です、10枚目。オープン。おーおーおー、1の17、
雲の鬼、姉ですね、姉。これなんだ、雲の鬼はノーマル。やったー、かわいい。お姉ちゃんゲットしました。めっちゃ順調だわ。11枚目いきます。おっ、あー、ついにかぶりました。2枚目ですね、これ持ってる。1の1、ダブってきたな。これは2枚目ですね、持ってる。ここにある。あー、ついにダブりましたね。12枚目、オープン。あ、来た、ねずこちゃん。1の22、レアです。ねずこちゃん来た。やったー、何これ、かわいすぎる。かわいい。13枚目いきます。オープン。あー、ダブった。ルイだ。保存用と保存用だわ。1の14、これはねレアです。当たっちゃったな。なんかこっから結構かぶってくる感じかな。あ、でも好きなキャラクターだからいいけど。はい、ルイね、かぶりました。14枚目、オープン。あら、しのぶさんの別バージョン。これは1の23、レアですね。レア。でもね、意外とキラキラしてるやつよりもレアとかノーマルの方がシール的な可愛い気がする。スーパーレアだと結構ね、わちゃわちゃこうしてるので、こっちのが私的に好きかな。15枚目、カードのね、ウェハースもいいなって思ったけど、いや、シールタイプの方がなんか新鮮で可愛いかも。全部がデフォルメされてるから可愛いですよね。オープン。あ、かわいい。善逸。これが1の10、ノーマルです。めっちゃ泣いてる。いや、これすごいかわいい。かわいい、癒される。やった、めっちゃかわいいです、これ。16枚目。さあ、16枚目、まだ極みレア出てないです。ちょっと見てみたいな。オープン。あー、マコモちゃん。1の4、これはノーマル。かわいい。鱗滝さんの弟子と。かわいいです。サビトも欲しいな。サビト出て欲しいな。かわいい。このお面かわいいですよね、キツネの。17枚目、出ろ。極み、極みレア。どんなんだろう、見てみたいな。ギラギラなのかな。いきます、オープン。あー、2枚目、ヤハバ&スサマル。残念ながら2枚目ですね。残るウェハースが3つです。18枚目、オープン。あー、来た、葵ちゃん。1の25。いや、初かも。葵ちゃんのカードとか持ってないので初ですね、私。めっちゃレア。伊之助欲しいな、じゃあ。出てないですね、今日も。かわいい。2枚カード、厳しいな。残り2。19枚目、オープン。あ、来た、やった、伊之助、伊之助来た。やった、何番。1の20。1の20はレアです。やった、葵ちゃんの次に出てくれた、嬉しい。え、めちゃくちゃ可愛いじゃん、これ。めっちゃ可愛い。やったやった、嬉しい。ラストか。いや、カードより私シールの方が好きかもしれない。いろんなのに使えるし、このね、なんて言ったってこのデフォルメされてるキャラクターがみんな可愛い。めちゃくちゃ可愛い、これ。超おすすめ。ラスト、オープン。お、これは、これは炭治郎さん。1の16。あー、スーパーレアです。くそー、極みじゃなかったけどね、スーパーレア。最後に出てくれましたね、かっこいい。あ、これあれだ、パッケージのこの絵だね、これだ。やった、炭治郎のスーパーレアもゲットです。ということで、何種類ゲットしたのかな。ルイがダブったでしょ。じゃあユシロクセンターにしよう。センター、ユシロクはセンターだな。葵ちゃんもね、本当に。リノスケ、ねずこちゃん、しのぶさん。ということで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、全26種類のうち何枚だった。あれ、ちょっと待って、17。もうさ、すぐ忘れるよね。17種類ゲットしました。皆さんも見つけたらぜひ、これは本当におすすめです。めちゃくちゃ可愛いので、ぜひゲットしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の横にあるベルボタンをプッシュして、すべての通知を受け取るにしていただくと、最新動画の通知が届く
表になります。サブチャンネルの方ではゲーム実況をしているので、ぜひ遊びに来てください。